thank you so much for watching. では、New Horizon 2年生 Unit 7 Read and Think 1、Page 110 to 111に行きたいと思います。 Okay, so look at the picture of、Venice ですね。これね、カタカナでベネチアって書いてあるので、みんなもうあの社会の、ね、教科書でイタリアのこのベネチアっていう街のことをね勉強してるかもしれないんですけれども、これは英語ではヴェニスっていうふうに言っていますね。そしてこの写真をねちょっと見てみると、あーここなんか見たことあるなっていう子がねいるかもしれないんですけれども、この黒いねボートね、右側のページの黒いボートが、これが、ガンジュラボートっていうものですね。ニューワードの中にもガンジュラボートっていうのが入っていますけれども、このことですね、このボートのこと。はい、こんなちょっとねことを考えながら聞いてみてください。Okay, so now close your textbook and then try to copy what you listen. Okay, here we go. Are people in Venice happy that many tourists visit the city? Venice is called the City of Water. It's one of the most popular World Heritage Sites. Its many islands are connected by canals.And bridges. You can enjoy a gondola boat ride there. There are many popular spots in Venice. The Rialto Bridge is one of them. It's built across the Grand Canal. It's an old and beautiful site. Venice is attractive, but it has serious problems. First,The city is visited by too many tourists. The tourists use water buses. The citizens have trouble because the buses get very crowded. Second, the city is sinking. It's built on soft ground. Many cruise ships make waves, and the ground is damaged by the waves.How can we preserve this World Heritage Site? っていう感じですね。Okay, so now open your textbook and to see the key sentence 26. はい、それでは今日のキーセンテンスに入っていきますね。受け身の、パターンっていうのをもうあのパターンではなくて文章をもう皆さん理解しているんですけれども、今日のキーセンテンスの違い、今まで習ってきたところとどこが違うんだろうっていうことがちょっと分かった人はんと思ってほしいんですけど、この後なんですよね。この The city is visited 受け身はここまでで、ね、習ってきているんですけれども、この後に by というのが入ってきているのがこのキーセンテンス26のポイントになっていますね。そしてちょっと、ここが短いので下にこの倍以下に入っているものを書かせていただきますので、 Too many tourists ですね、いつもね思っていて言っているんですけれども、とにかくこの英語の教科書の題材は非常に難しいものを使っていると私は思っています。なので、英語の教科書なのに社会の教科書みたいにエジュケイティブなことがこう書かれている教科書をみんなが使っているので、英語の勉強とその社会的な勉強、だからこの場合だったらイタリアのベネチアとかその地球温暖化とかいろんなそういう問題がこうごちゃごちゃになってしまっている子も多いと思うんですけれども、とにかく英語の英文法っていうものはこの教科書に出てきているこのメインの文章にある難しいその題材とはちょっと切り離して、頭をですねちょっとリラックスさせて考えてくださいね。でこれももちろん教科書の中から文を取っているので、The city is visited by too many tourists っていうこの文章になっているんですけれども、要するにここで勉強したいのはその受け身っていうまずもの、そしてこの場合っていうものは何なのかっていうこと、これにまずフォーカスをしてくださいね。まず受け身というのはみんな習ったというか、これまでの24の
キーセンテンスでもやっていますけれども、この The City というところ、この主語が Visit をこの街がするのかっていうことを考えたときに、あ、これは街は Visit できないですよね。街は訪問をされるっていうことなんですよね。まあこの場合は誰かによっての部分にこれが入ってくるんですけども、なので受け身形というのはね、この形が来たら受け身なんですけれども、要するにそうか、街は訪問するんじゃなくて街が訪問されるんだったなっていう、これが受け身形になります。だから主語自身が何かをするっていうのではなくて、その行為を受けるっていうのが受け身っていうふうにね、理解していると思うんですね。で、今回は24と違うのは、ここに by というのが入ってきている。この文章を考えると、町は訪問されています。誰によってっていう気持ちになると思うんですね。うん、なのでその誰によってというものを書くためにこの by っていうのが存在している。で、この場合は by too many tourists っていうことなので、多くの旅行者によってということなんですよね。はい、それでは key sentence 26に入っていきます。文章はこちらですね。 The city is visited bytoo many tourists という文章になっていますね。これは24のセンテンスでやった受け身なんですけれども、どこが違うのかというと、ここに by というのが来ている。これがこの今日の新しい一応キーセンテンスになっているんですね。で、この受け身の文章が来たら、何でもかんでもこの by というのがつくというわけではないんですね。じゃあちょっと24をもう一度振り返ってみたいと思いますけれども、キーセンテンス24を見ますと、This place is selected as a World Heritage Site というふうになっていますね。これはですね、この場所は世界遺産として selected 選ばれているという文章なんですけれども、これ誰によって選ばれているっていうことを特に言っていないんですね。だからまず一つ大事なのは、受け身の文章っていうのはこのように誰々によって何かがされているというふうな文章もありますけれども、これがない文章もあります。で、これがない文章はキーセンテンス24に先に出ているっていうこともあるんですが、実はこれがない文章の方が圧倒的に多いかなと私は思っています。これがあるということは、この行われた行為を誰によってされたかっていうことを強くメッセージとして出したい時になるんですね。なのでこのキーセンテンス24のように、この場所は世界遺産としてセレクティッド、選ばれているっていう風な文章の中に、誰によってそのセレクティッドされたかっていうことを特に強いメッセージとして伝えたいと思っていない場合には、このように by がない状態になってくるんですね。で、今26のキーセンテンスこれなんですけれども、これ意味を考えてもらうと、まあその街はVisited されているんですっていう文章、この by 以下がなかった場合に、そうするとやっぱりこの文章だけ見た限りでは、誰によってVisited されているのっていうことをちょっと付け加えた方が文章が自然ですよね。それではこのキーセンテンス26は、こんな感じなので、こういう受け身の文章にこの by っていう誰によってっていうものが加わった文が、この中に出てくるっていうことでね、ちょっと心づもりをして本文に入っていきたいと思います。それでは、まずこの文章3つのパラグラフですね。 There are three paragraphs, so please write down the numberindent ですね。indent、このへこんでいるところに1、2、3というふうに番号を打ってください。それではまず第一パラグラフですけれども、Venice is called the city of water ですね。Venice is called。はい、ここがまた受け身になっています。この部分ですね。で、私はこの受け身形の形っていうのは、前の前回でも言っているんですけれども、こういう塊
う感じでね。というのは、これを現在形にしているのは、この B 動詞が is なので現在形。もしこの受け身形が過去形だった場合は、ここは was visited っていうふうになるんでしたよね。なので、文章を理解するときに、こういう形に考えているので、この visited の下に二重線を引くっていうことはしません。というのは、この visit っていうのはあくまでも過去形の visited ではなくて、この is visited っていう形で現在形の受け身になっているからなんですね。はい、で、これも Venice is called 呼ばれています、はい、どう呼ばれているかっていうのは後ろに来ています。 The city of water ですね、水の都というふうに言われています。It's one of the most popular World Heritage Sites. はい、それは、ベニスは、one of the の一つですっていう言い方ですね。The most popular なので、最上級。最も人気のある World Heritage Sites。世界遺産の一つですっていうことですね。次。Its many islands are connected by canals and bridges.It's many islands っていうことで、この It's っていうのはなかなか英語で見る機会があまりないんですけれども、これ一番最初なのでこうなってますけども、それのっていうことですね。それの many islands って言っているので、多くの島、つまりこのベニスにある多くの島は are connected、 ここもやっぱり受け身ですね。 are connectedつなげられている、コネクティブされているっていうことですよね。そのアイランド自体が自分たちの意思でコネクティブしているわけではないっていうこと。大丈夫ですね。で、これは主語になっているものはアイランズっていうふうに、これ複数形の丸をつけてくださいね。ボールペンでいつもの丸付けなんですけれども、主語が複数形なので、当然 B 動詞が are connected っていうふうになっていますね。そしてこの後、このキーセンテンスの by というのが出てきて、by canals and bridges。 これは、カナルっていうのは運河っていう意味なんですけども、 canals and bridges、 橋とか運河とかそういうものによって多くの島々が connected されているという文章になりますね。Next, you can enjoy a gondola boat ride thereということですね。はい、You can enjoy、 あなたがそこに行ったらこういうことができますよっていう感じの意味で、この You can enjoy っていうふうにあなたを主語にしているんですけれども、楽しむことができるんですよということで、何を楽しめるのか、 Enjoy what なので、何なのかというと A gondola boat ride というのですね。このまあ、日本語だとゴンドラっていうふうに言ってると思うんですけども、ガンドラボートっていうのは、この右側にある黒いこのボートになりますね。はい、この、まあ、乗船を楽しむことができるんですよということ。これで第一パラグラフが終わっていますね。第二パラグラフに行きます。There are many popular spots in Venice ですね。この there are っていうのは、また別の新しい情報を相手に伝えたいときに使う文型ですよね。なので、ベニスには多くの popular spots、 人気のあるそういう場所があるんですよというふうに言っています。この spots っていうのは当然複数形の丸ですね。 The Rialto Bridge is one of them。 Rialto、Bridge っていうのがあるんですね。Rialto Bridge、はい、これがこの白い、ブリッジですね。この右側の教科書の、ところにありますけれども、これをですね、Rialto Bridge っていうふうに呼ぶんですね。はい、これは、One of them、 その有名なもののうちの一つっていうことですね。人気のあるスポットの一つです。It's built across the Grand Canal。それはこの Rialto Bridge というのは、建てられているという、これも受け身ですね。 Across the Grand Canal、 Across というのはこの横切るという意味の前置詞なんですけれども、 Across ということだから、このまさに橋がですね、この運河の
あの橋と橋をこうつなげるようにこうかかっているっていう感じのイメージがこの Built Across the Grand Canal というところになりますね。次、It's an old and beautiful site、それは古くてそして美しいそのサイトです、景色なんですっていうことですね。まあ、あのこのベニスのことをね調べてもらえればわかるんですけれども、町自体は非常にあの古い歴史のある町なので、あの本当になんていうんですかね、古き良きっていう感じがあのわかると思うんですけど、なのでこの古くて美しいっていう形容詞が一番当てはまる町かなというふうに私も思いますね。はい、それでは第3パラグラフですね。 Venice is attractive。ベニスは魅力的です、魅力的な街なんですね、ベニスというところは。そしてだがしかし、カンマバットですね、だがしかし It has serious problems、深刻な問題を抱えているんですということがこの第3パラグラフの一番最初の英文章にあるんですね。でこの problems っていうのが複数形なので S に丸をつけてると思うんですけれども、この問題についてこの後説明をしていくっていうのがこの第3パラグラフになっていますね。で、first、まず第一位ということですね。The city is visited by too many tourists。ここですね。街が、その街、ベニスが、訪問されているんです。by too many tourists。あまりにも多くの旅行者によってね、あの訪問されているんですっていうことですね。これは皆さん not っていうね、あの否定の時に使う no とか not っていうのは書いてないんですけれども、この文章の言いたいことっていうのは too many tourists、 あまりにも多くの旅行者によって訪問されているから困った問題が起きているんですっていうことにつなげていく文章なんですね。でもしこの文章がだからさまざまな serious problems っていうのにつながっているんですという意味が後ろに来なくて、例えばものすごく多くの旅行者の人が訪問してくれるので、あの町のね財政がすごく潤って、そしてあの非常に良いことが起きていますっていうような場合であった場合には、ここが to これではなくって、代わりにちょっとこれは参考までなんですけれども、代わりに so を使いますね。 so many tourists っていうふうに言った場合には、これはあまりにも多くのっていうそういうネガティブなメッセージじゃなくて、とってもたくさんのその旅行者の人が来てくれてるからね、お店もすごくあの潤って、みんなお金をそのトゥアリストの人からあのもらうことができて、町がどん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 栄えているんですというふうに、こういいイメージのみを言いたい場合はこの to ではなくて so many tourists っていう言い方の方が自然になってくるんですね。でこの次なんですけれども、 the tourists use water buses ということ、 tourists これも複数形で s 丸をつけておいてくださいね、旅行者の人っていうのはいっぱいいるわけなので s がついてますね。でこの旅行者の人たちっていうのが何を使うのかっていうことなんですけども、 Use water buses、 ボートのようなバスで、このバスが、問題になっているっていうことなんだと思います。トゥアリストの人たちがウォーターバス、水上バスを使うんですね。 The citizens have trouble because the buses get very crowded、で、そのシリズンズっていうのは、そこに住んでる人たち、これも複数形に S 丸ですね。そこに住んでるその住人の人たちっていうのは、have trouble、have trouble、だから困ってるんですっていうことですね。trouble を持ってるっていうことで困っています。なぜなら、the buses get very crowded。そのバスが、bus is なので、これも丸ですね。get very crowded。とても混雑して、しているから
ということですね。まあ、皆さんわかると思うんですけど、観光地にもし自分が住んでいた場合に、自分が普通に乗りたいと思っているバスに観光客の人がわんさかわんさかいて、ね、自分が乗ろうとしたら、ブー、ちょっと乗れません、次のバスにしてくださいって言われてしまうようなあの感じですよね。だから実際にここに住んでる人たちっていうのは、あまりにも多くの、ね、観光客の人が、その水上バスを使っていろんなところに移動したりするので、住んでる人たちがバスに乗ろうとすると乗れないみたいなことが起こったり、またはもう非常にバスがいつもなんかもう満員で、ね、あのバスに乗るのがとても大変っていうこと、これが一つ目の問題ですよね。そして次二つ目の問題が second っていうふうにしていますね。そしてカンマ第2に The city is sinking、 はい、これなんですけれども、The city is thinking。 本当にあの英語を多分あの教えているネイティブの先生が一番日本人の人が間違える発音でこの thinking って今ウップス言ったんですけど、こっちはですね thinking です。 thinking これは socks の S なんですけれども、よくこれと間違えてしまう日本人の発音っていうのがもう一つあるの、皆さんご存知でしょうか。ご存知でしょうか。 I'm thinking of you。 Thinking、 はい、この2つの発音はこういう時にね、なんとなくでいいので覚えておくといいんですけれども、 I'm thinking of you っていうふうに日本人結構言ってしまうんです。 I'm thinking of you っていうふうに、こっちではなく今こっちをわざと言ってるんですけども、この S の音とこの TH の音の違いっていうのは日本人にとってはあんまり分かりにくいと思うんですが、自分が人にあの言った時には相手がね、あの英語ネイティブの方だと Thinking? Are you thinking? っていう感じで聞かれるんですね。はい、わかりますね。この think っていうのはまさにこの文章の通りなんですけれども、その町が沈んでいる、今沈んでいく状態にあるっていう感じで現在進行形で表しているんですけれども、これをこっちに模試してしまうと The city is thinking となって、町が考え事をしているということになるので、この場合はいつも間違えてしまう人がいたらね、考えるっていうのの thinking を使うと間違いの文章ですね。だって実際にこの町は今沈んでいくという状態にあるので、なのでこの最初の S の音と TH の音ね、もうちょっと確認をしておくといいと思います。今ですね、あの Google にこの think の発音っていうふうに入れると、その発音記号ではなくて、今はですね、私がこの間見たのはこの人間の顔を横向きにしてどんな風に音を出せばいいのかっていうことも Google があの教えてくれていました。でこっちの TH の方の think っていうのもなんとなくこれとの違いはわかるんだけど、音の出し方がいまいちわからないという人はやっぱり Google をしてみてください。やっぱりそのね、時代の便利な道具はうまく使って英語の学習は本当にあの今のインターネットのおかげで聞くこと、それから話すこと、これをしっかり自分で独学できるようになっていますので、そういうものを利用してね、発音チェックもしてほしいなと思います。で今この、2番目の問題ですね、 The city is sinking、 沈みつつあるという感じですね。この現在進行形を使っているので、もう今まさにずっとこう沈んでいくという状態にあるっていう感じで捉えてください。そして次ですね、 It built on soft ground、 これがそのシンキングしている、沈んでいる理由なんですけれども、その町はソフトグラウンド、ね、柔らかい土壌に建てられているんですということ。なのでこの It っていうのは当然ベニスのことになりますね。 Many cruise ships make waves、 はい、多くのクルーズシップス、
クルーズシップっていうのはね、みんなわかると思うんですけど、やっぱりこれもあのモーターで動くあの船ですよね。クルーズシップっていうのは、まあ、東京の、ね、隅田川なんかもクルーズシップってあると思うんですけれども、あの遊覧船っていう感じですね。日本人にとっては遊覧船のようなもので、そういうその、まあ、船がメイクウェイブスですね。ここのシップスに複数形の丸、そしてメイクウェイブス、ここにも複数形の丸になりますね。でこの後に、接続詞で and っていうふうにつなげていますけれども、 and the ground is damaged by the waves ということで、もう一つの全然違うセンテンスが入ってきているのがわかると思いますね。まずこれはですね、Many cruise ships、 ここまでが主語になりますね。で、クルーズシップスっていうのはさっき言ったように遊覧船なんですけれども、この遊覧船が何を作るのかというと、波ですね。ザブーンザブーンというこの波を作るんですっていうのがこの上の文章ですね。で、waves っていうのは波は実は複数形になります。もうどんどんこう押し寄せる波っていうのは一応その形があるものっていう風に捉えるので、 make waves っていう風に複数形になっています。そしてこの後カンマを打って and という風に持ってきている。こういう風にカンマを打って and ときた場合には、まずまずこの後ろにまた別の主語を持った文章が来るっていうふうに考えていいんです。これは接続詞としてこの and を使っているんですけれども、最初に文章が来て、そしてまた次に別の文章を持ってきたい、この主語が異なっている場合っていうのはここにカンマっていうのが打たれますね。そして次の文章は The ground is damaged、 今度はみんなが習っている受け身ですね。この地面というのはね、誰かにダメージを与えているっていうのではなく、与えられている、受け取っているんですね。このダメージという行為を受け取っている、だからここは受け身形で is damaged っていうふうになってます。そして今回は by をつけることによって、ね、誰によって何によって、ダメージを受けているんだっていうことがここですね。By the waves、 この waves っていうのはここにあるね、あの遊覧船が波を作る、そしてその地面がその波、この波ですねによってダメージを受けているんですということが2つ目の問題になっているんですね。そして一番最後が How can we preserve this World Heritage Site? どうやったら私たちは preserve、ね、保護できるのか、この World Heritage Site、 世界遺産をという文章で締めくくっていますね。はい、なのでもう受け身っていうものはとにかくその主語になるものがその動詞に対して、その動詞の行為を自分がするのか、それとも何かによって誰かによってされることによってその行為を受け取るのかっていうところが大きな問題になっていると思います。それではプラクティスに行きますね。プラクティスを見ると1番はマウント富士っていうのが主語になるんですね。マウント富士も日本のですね、富士山のことですね。そうするとこれはですね、一義は現在形で言ってくださいというふうに書いてありますね。まあ当然あの昔から富士山っていうのは愛されているものなんですが、この指示は現在形なのでマウント富士というのが愛されているということだから、ここが is loved ですね。ここまでで受け身の愛されていますということです。そしてその後なんですけれども by 誰にかっていうと Japanese people ですね。日本の人々によって愛されている、これが一番の文章ですね。はい、この部分は現在形にしてくださいね。次2番もここに指示が現在というふうに書いてあるので、これもやはり現在形の受け身形を作るということ。そうすると京都、今度は京都という町もやはり is ですよね。
で、さっきのベニスと似てるんですけれども、visited、はい、訪問されていますということですね。で、誰によってなのかっていうと、by、次が、many foreign、many foreign tourists ということになりますね。で、こういう英作文をやるときも、問題の方にこういうね、複数形の S っていうのを忘れないように丸をつける癖をつけておいてください。そうすると忘れませんね。はい、これも京都が訪問しているのではなくて、京都が訪問されているっていうところで、あ、そうだから受け身なんだなっていうことですね。3番は今度は具体的な、まあ、京都の金閣寺ですね。金閣寺、金閣寺っていうのはみんなが修学旅行で行ってる子も多いのかなと思うんですけどね。金閣寺、やっぱり世界に有名ですね。金閣寺というのは金閣寺展望というふうに英語で表記します。で、この3番に関しては指示のところに過去というふうに書いてあるので、これはこの部分を過去形にして受け身にする必要があるんですね。なのでここは was built、建てられて、いるというのが建てられたという過去形になっているので、ここにいつもの過去の日本線を引いておきますね。金閣寺 temple was built、 はい、建てられた、その続きなんですけれども、誰によって建てられたのかっていうのが次ですね。足利義満将軍によって金閣寺は建てられていますので、誰によってというのは、ここですね。by 足利義満ということ、これが、プラクティスになっています。で、このプラクティスをやるときに、ただただ数学の公式にこれを当てはめるように英作文をしてしまって、もうできたっていうふうに思って次行ってしまうと、意外とですね、その違う方法からこう攻められた時に、ああ分かんないということになってしまうので、このプラクティスをやる時っていうのはイメージをまず大事にしてほしいんですね。イメージっていうのはどういうことかっていうと、マウント・フジ、ラブ、ジャパニーズ・ピーポー、この3つの言葉を受け身なんだなと考えると、うんうんうんってちょっとイメージできますよね。多くの日本人の人が、ね、見たこのやっぱり富士山のことを愛してるんですよね。だから富士山というのは、あ、日本人によって愛されている、こんなイメージができてから文章を書くと、その英作文をする能力がもう格段に上がっていきます、ね。2番も京都が主語ってなると、これを見る限り京都 visit many foreign tourists っていうふうになっていますので、これも受け身だなと。京都 is a visited、ね、で誰によってっていうので文章、こういう形で、プラクティスの方法をしっかり、ね、英語でその自分の伝えたい気持ちを伝えるにはどうしたらいいのかということを考えながらやっていってほしいと思います。はい、それではラウンド1、 Get the Gist に入っていきますね。ここはもう簡単にいこうと思います。 A、 ベネチアは楽しいのでできるだけ多くの人に訪れてほしい。カイト君がそういうふうに言ったんでしょうかね。違いますよね。He doesn't think that. そういうふうに彼は思っていないですので、A は違いますね。Number two. ベネチアにはたくさんの観光スポットがあるが、世界遺産には登録されていない。これは内容としては合っていますでしょうか。うん。もうベネチアという街が、世界遺産に登録をされている。これはもう全部世界遺産に登録されているっていう感じですね。なのでこれ B も違いますね。そして C、 ベネチアは人気があるが、そのために問題が生じている。 I agree 私はこれだと思いますね、はい。何が問題だったのかというと、ここですね。 The tourists use water buses. The citizens have trouble because the buses get very crowded っていうことでしたよね。そういう問題もあるし、 And also many cruise shipsmake waves、 波を作るので、 and the ground is damaged by the waves、 その、土地地面が、ダメージ
ージを受けてしまっているということで、まあ、とにかく人がたくさん来ることによる問題が起きている。これがこのアーティクル、この文章の言いたかったことでしたね。さあ、なのでこれは C が答えになります。次、Round 2ですね。 Another name for Venice、はい、Another name っていうのは何かこの一つ名前を持っているけどもう一個名前があるっていう場合ですね。 Another name for Venice、このベニス、ベネチアのために付けられているもう一つの名前というのは Is the city 何だったかなっていうと The city of water というこの文章になりますので、1番目は water ですね。で、この、The city of water の water というのをこの大文字にしといてくださいね。これはもう本当に水の都って言ったらもう世界中でやっぱりこのベニスを思い出しますね、皆さんね。次、2番 Number 2、Many islands in Venice。 ベニスにある多くの島々はですね、ここは Are 何々 by canals and bridges っていうのがありましたね。これはどこにあったかなっていうと第一パラグラフのここです。 It's many islands areConnected by canals and bridges というふうになっていますね。あーっていう感じなので、多くの島々は connected している。これは connected しているということでいいですね。そしてこの後に by なんとかっていうのがこうね続いていますけど、by canals and bridges という文章がありましたね。次、ナンバー3ですね。リアルトブリッジという橋が出てくるんですけれども、これはもう世界に1個しかないですね。なので、リアルトブリッジ。大文字でどちらも書くということになりますね。リアルトブリッジというのが入りまして、この後は、is one of the popular spots in Venice ですね。はい、なので入る場所っていうのはこの線が引いてあるところなので Without Bridge、 ここが答えになっていますね。上の文章はここですね。 Connected、 一番最初は大文字で Water っていうのになります。はい、はい、それでは Round 3ですね。本文10行目の Serious Problems についてベネチアが抱える問題とその原因をまとめた次の表を完成させましょうということなんですけれども、 The water something ですね、get very crowded、 これはここに住んでいる人が抱えている、問題のところにあったんですけれども、 water something ですねというのが get very 何だったかというとここですね。はい、何だったかなっていうと、まず Water Buses っていうのがありましたよね。はい、ありました。このバスっていうのは、まあ、やっぱりここに住んでる人が普通に使うものなので、ここに入るのは Water Buses というふうになりますね。当然ね、バスは形があって、そして Water Buses っていうのは多分何本もね、このベニスの中をこう走っているボートであってバスのような役割をしているものなので Water Buses なんですけど、でこれ何の問題だったかっていうのこの文章のところにありましたよね、Serious Problem っていうところで The buses get very crowded、 ここが答えになってきますのでここに書きます。 Crowded で、混雑しているということですね。次、The city is visited。 これはもう基本文と一緒なので大丈夫だと思うんですけども、 The city is 訪問されているということなので visited。 次ですね、 by、 ここまで書かれていてふんふんふんっていう感じね。これもキーセンテンスそのままですね。はい、多すぎるT
too many 何でした tourists ですね。あまりにも多くの観光客がによってビジネスされている訪問されているんです。これが一番最初の文章でしたね、いや一番最初の問題ですね。次2番目の問題が、この次の表なんですけれども、これは問題1ですね。問題2というのは何かというと、もっと実は深刻なんですね。 The city is、はい、ここですよね。何でしたっけ、 sinking ですね。まさにこの sink、 沈んでいる、沈んでいくっていう感じですね。今沈んでいっているんです。そして次ですね、この沈んでいっている原因に当たるものというのが次なんですけども、 It's built、 それは建てられている、何の上に建てられているのかというと、 built on、 ってありましたよね、はい、これは、第3パラグラフのところにありますけれども、 It's built on soft ground、 ここですね、柔らかい地面、グラウンド、柔らかい地面にその町が建てられているというのがこれが原因なんですね。だからこの町が、ね、今沈んでいっている状態にあるんですね。さあ3番目の文章は The ground is、 その地面がですね、 is、どうしているのか、どうされているのか、 by the 何かですね。はい、その地面というのが、ダメージを受けている、 damaged ですね。そして by the 何によってかというと waves、 こういう風になっているんですね。 waves、 これも s なので、で丸付け、その地面が波によって、このね、波によってダメージを受けているんですっていうことですね。これが、このベニスが抱える2つ目の問題になっています。そして一番最後ですね、ベネチアの問題にどのように対応すればよいのでしょうということが書いてありますが、 So I will read this example. I live in Venice. I think people in the world should know about the problems here.、ということですね。私はもう世界中の人たちがこの問題について知ってほしいっていうことだと思いますね。さあこれがベニスに、住んでいる人の立場から言っていますね。でもしあなたが旅行者だった場合には、旅行者の場合にはどうなのかなっていうと、旅行したいんです。 I want to travel in Venice、But before that I should、study more about the problemsThat the city has っていう感じですね。この、町が抱えているいろんな問題についてちょっと勉強してから行きたいっていう風な感じで今言ったんですけれども、さあ最後に、旅行会社で働いている人だった場合の話。 I'm working、for a travel agency. I think I should tell、customersWho want to visit Venice、about the serious problems that the city has、そんな感じですね。さあその、もし私が旅行会社の人だったら、その旅行したいっていうふうに来たお客さんに対して、いやベニスはね素晴らしい場所なんですけれども、ベニスはこういう今問題を抱えているんですっていう感じでお話をすると思いますね。 So that the customers、will think about you know what they can do
for the people, for the citizens in Venice. ベニスに住んでる人に対してどういうことができるのかっていうことを考えると思いますね。そういうふうに言ってあげれば、まあゴミ問題なんていうのも絶対この旅行する人がやっぱり考えなくてはいけないものですし、それからやっぱりたくさんの人がですね、素晴らしい場所だからといって訪れすぎてしまうといろいろな問題が起きてくるので、私は今後こういったその世界遺産の場所っていうので、今ちょっとその気候変動だとかいうものの、ダメージを受けている場所っていうのはだんだんですね、観光規制っていうのをされるようになると思いますね。でも昔みたいにそこに行かないとそれが見られないっていう時代ではもうないので、ね、やっぱり何でも実際に自分の目で確かめたいっていう思いは誰でもあると思うんですけれども、やっぱりそういうそこに住んでる人のことや、それからその町がたくさんの人が訪れることによってダメージを受けるっていうことを考えると、そういう規制があっても仕方がないのかなっていうふうに思っています。はい、これでユニット7 Read and Think 1はおしまいになります。 Thank you so much for watching. See you. Bye bye.